正宗は南朝梁の第八代皇帝。ただし、梁はその前に陳によって散脱されたため、正史では領の皇帝とはみなされない。皇帝としての病号、死号もなく、死書では王号を取って、英華王と呼ばれる。元御門の長男の正方等の子。小生三年に正義が皇領を攻撃し、元御門を殺害した際。 当時7歳の少僧は民家に隠れて難を逃れた。後に王林に発見され、都の健康へと送られた。叔父の敬巳門が即位した後、少僧は人質として北西に送られている。太平2年、鎮派先が高嶋門から禅城を受けて鎮を建国し、本来の梁は滅亡した。王林は領の復興を図り、北西に対し少僧の帰還を要求する。 北西から帰還した昭僧は、栄州において、王林らにより、皇帝に擁立され、長江上中流域を拠点と定めた。その後、昭僧の領と陳派先の陳は、数度にわたる戦火を交えることとなった。天慶三年、領の王林と陳の孔が武庫で交戦した際、この機に乗じて、北州が栄州を攻撃、王林は敗れ、 正宗も北西へと亡命を余儀なくされる。南朝政党を自称する陳に対抗すべく、北西は焦燥を両王に封じ、両の復興に支援を行うが、北西の滅亡により実現することはなかった。後に、北西の後朱高抜きが北州によって殺されたことを聞いた焦燥は、数分の余り行にて死去したという。ありがとうございます。